この動画は阿蘇地域が有する世界農業遺産を守る取り組みの一環です。阿蘇の食材を使って料理を作ることは阿蘇の草原を守ることにもつながります。和風チンジャオロースを作ります。よろしくお願いします。波野で採れる野菜、それも、ここにありますピーマン、人参は我が家の野草堆肥で作った野菜です。で、椎茸とタケノコも波野さん、会員さんのものです。ではお肉から下味をつけます。で、その前に味が馴染みやすいように細く切ります。すべて切れましたので、ここに下味をつけます。薄口醤油とお酒を入れます。で、よく混ぜてなじませておきます。はい、終わりです。野菜を切っていきます。このピーマンは子供ピーマンといって、子供たちのために苦味が少ない品種のピーマンです。はい、千切りします。ピーマンは繊維に沿って縦に切ります。この方がシャキシャキすると思います。同じように他の材料も千切りにしていきます。阿蘇のお野菜はどれも野菜一つ一つの味や香りが強く、チンジャオロースのような味の濃い料理でも野菜の旨味が堪能できるそうです。お肉がしっかり味がつきましたので炒めていきたいと思います。その前に片栗粉をまぶします。混ざりましたらサラダオイルを混ぜます。こうしとくとお肉が炒めるときにパラパラと、ほぐれやすくなります。
片栗粉とサラダ油をまぶしたらお肉を炒めます。この後改めて野菜と一緒に炒めるので、ご覧の炒め具合で一度取り出してください。まだ赤いのが結構残ってますけど、このくらいで大丈夫と思います。はい、次に野菜を炒めます。先ほどのフライパンそのままで炒めます。全部野菜入れていきます。野菜がしんなりするくらいまで炒めます。味付けの調味料は炒める前に混ぜておくと、最後に加えるときに手早く投入できます。お肉を戻していきます。調味料を入れます。くらい落ち着いたら水溶き片栗粉を入れます。ごま油です。はい、完成です。阿蘇のお野菜を使った和風チンジャオロース、これで完成です。中華の味に負けない食材のうまみと、さまざまな食感が混ざり合う絶品の一品。食生活改善推進員協議会推奨のレシピは、減塩など健康にも配慮されています。この動画は阿蘇地域が有する世界農業遺産を守る取り組みの一環です。阿蘇の食材を使って料理を作ることは、阿蘇の草原を守ることにもつながります。2013年に阿蘇地域7市町村で今も続く循環型農業システムが世界農業遺産として認定されました。1000年以上前から続く阿蘇の人たちの草原を活用した営みが世界に認められたのです。草原をこれからも守り続けるために、阿蘇の美味しい食べ物を食べてみませんか。阿蘇の農産物はふるさと納税やネットショップアソモでも購入できます。この機会に世界に認められた農業遺産としての阿蘇の食を楽しんでください。